ジエカの明日も頑張ろう。皆さんこんばんは、大橋エカです。この配信は大橋エカがひっそりと自由に気楽にダラダラする配信でございます。今日はついにやってきてしまいました、サグレ部活も10周年イベントの日でございます。マネージャーさんからね、リハの時ずっと引き笑いが上の階まで聞こえてましたが、さんまさんでもいらっしゃいましたかというメモ書きがありますけれども、聞こえてました？聞こえてました。まあ荻野かりん先生ですね、きっと。あの基本スタジオって防音の扉じゃないですか。はい。でマイクの音源は、うん、あの上の階に聞こえるようにはなってたんですけど。あ、そうなんだ。マイクの音源じゃない引き笑いだけが聞こえてる漏れてんだ。漏れてる。うるさいやもうマジで、いやもうそもそもなんか手サブにリハとかいるって思ってたんですけど、でも前のねイベントの時もちゃんとリハが別日にあって、で今回もあったんですけど、何のリハしたかって、バドミントンのリハしてましたからね。みんなバドミントンが下手だからバドミントンやろうってバドミントンのリハをするっていう。で今回からあのスタッフさんが結構ライブとかイベントのスタッフさんが変わったから、きっと新しくこの実習イベントから参加したスタッフさんは、俺たちは一体何を見せられているんだ、すごいなんか不安な気持ちになったんじゃないかなってすごい思いながらリハをやりました。歌もリハしたんですけど、全然みんなちゃんと歌わないからなんか12ヶ月とかはなんかイノノの真似しようってなんかみんなでなんか仮歌の真似して歌ってたりとかしてて、すごい乱れてましたね。めちゃめちゃ乱れてましたね。でも初めてですよね、手探れの。そうですね。でなんかスタッフさんにご挨拶して、その中でも僕も初めてなんですって言われて、あ、やっぱそうなんすごいですね。で、下戻ってきました。いやなんだでしょうねすごいですねってやめて、すごいですねって。でも当時よりはちょっと落ち着いた気がする。あれです、うん、なんか当時の方がもっとひどかった気がする。うん、私自身も当時の方がもうちょっと恥じらいがなかった気がするんですけど、私もちょっと年を重ねて、なんかだんだんちょっとなんか照れとかもちょっとまた思い出してきちゃったから、私が果たしてねこの日の当日にはっちゃけることができているのかが非常に時間軸的にはまだなんで、すごい心配なんですけど、ちょっと皆さんが楽しんでくださっていたら嬉しいな、10周年お祝いできたら嬉しいですねという感じでございます。では早速大橋英子の明日も頑張ろうやっていきましょう。まずはこちらです。ダラダラの時間、普通歌がたくさん来ておりますので紹介していきましょう。はい、お便りタモネームヒーさんからいただきました。ハッシー、おハッシー、 AGF コレアコリアコレアコリアコリアコリア、いまだにどっちかわかんないんだ。 AGF コリア2023、本当にお疲れ様でした。去年に続いて2年連続の出演なんですね。本当にありがとうございます。サイン会で見たハッシーは本当に天使でした笑顔が、なんで笑うんだ天使だろ。いや天使じゃないけど、笑顔がとても美しかったですなんかみんな表現がさ、なんか詩みたいなこと言ってくれますよね。ね、トークショーではいろいろなお話を聞くことができて本当に有益な時間でした。サムギョプサル屋で新しく学んだ韓国語とか、ハッシーの韓国お酒リストに加わったセロとか、写真集をカンヌンで撮ることになった理由など本当にたくさんでした。最後にはリフレクションのお知らせも聞くことができて嬉しかったです。早く聞きたいです。ハッシーがこうして海外にもいつも気を使ってくれるから、遠くからも応援を続ける勇気をもらえます。これからもずっと応援します。ハッシーファイティンといただきました。ありがとうございます。またね今年も行かせていただきまして、でも今回は短かったですね。そうですね、日がそういつもだと2泊3日ぐらい行けたりするんですけど、今回は1泊しかできなくて、だからお酒も1回しか飲めなかった、ね、ちょっと残念だったんですけれども、楽しかったな。楽しかったですね、うん、お酒お酒楽しかったですね。楽しかったですね。
福井社長楽しそうでしたね。いや本当に謝罪から始まりましたからね次の。いやいや、こらえたもん。そう、なんかそのイベントの前日にねみんなで飲んだんですけど、福社長が結構潰れちゃって、あの新田さんがねめちゃめちゃ担いでホテルの部屋まで送り届けたんですけど、もう新田さんめっちゃ副社長に頭ぐしゃぐしゃしてます。ほんとにそう、すごい楽しかったです。なんか自分より酔っ払ってる人見るとこんなに正常を保っていられるんだって思ったんで、私が次の日めちゃめちゃ酒飲んだのにあんなに次の日酔いが1ミリも残ってなかったのは副社長のおかげだなって思いますね。はい、いや楽しかったな。個人的にはおたかつできたのが一番楽しかったですけど、未定事件簿のでかかったですね。いやーすごかったですね、ホヨバブース本当にでかい、でかい、音もでかい、音もでかい。全然ステージの声聞こえなくなっちゃった。うちらがトークイベントやってる時のホヨバのブースの音めちゃめちゃ大きくって、そう、うちらの声聞こえてるかなって思いながら話してたんですけど、まあ私は泉圭君のぬいぐるみを持ってって泉圭君のパネルと写真を撮れたことだけがもう本当に嬉しかったです。韓国版だとユーシヌ君って言うんですけど、名前もかっこいい、もうどこの国の名前になってもかっこいいなって。韓国語バージョン その韓国の声優さんが演じてるね、ボイスもバチバチにイケメンでね、めちゃめちゃ優しいお声をされてるのでね、あの最近韓国語版のボイスでも楽しんでるんですけど、本当に楽しかった。はい、また行けたらいいですね。そうですね、はい、来年たくさん行けるといいですね。はい、またインターナショナルなんで、また来年もいっぱい海外行けるように頑張りたいと思います。続きまして、タマネームマロさんからいただきました。最近新しい車を納車しました。まだまだ車幅など慣れないのですが、毎日の通勤が楽しくなって仕事に少し前向きになれている気がします。手持ちは最近何か新しくして毎日の生活が少し良くなったみたいなものはありますか。だそうです。いいな、新しい車、まあ、車持ってないですけど、空気清浄機かな。空気清浄機をね変えたんですよ。そう、空気清浄機を結構古かったんですよね。古かったのを新しくした瞬間が空気清浄機が喋るようになって、それがすごい可愛くて、ちょっと家でのなんか彩り、少しの彩りな感じになってますね。あのただでさえ最新の機種になったことによって、その空気の浄化度もものすごく上がってる上に、なんかこれからフィルターの掃除をしますねみたいな感じで、それ喋るんですよ。喋るとうちの猫がって感じでめちゃめちゃ空気清浄機のこと見るんですけど、すごいやっぱ家で人間は一人しかいないから、なんかそう会話相手じゃないですけど、なんかちょっとこう自発的に喋ってくれる何かがいるだけで少し生活の質が上がったかなっていう感じがして、すごい嬉しいですね。新田さん家の空気清浄機喋れます？空気清浄機は喋んないですけど、洗濯機が喋ります。あ、そっか、はい、洗濯機も喋るんですか今の時代。喋りますね。何、洗濯頑張りますねとか。いや、いつもお疲れ様ですって言われるから、うん、お前がなって感じ。確かに回してんのそっちやから。あと3分で終わりますとか。いい時間教えてくれるのいいですね。で、なんかあと今回は洗いやすいものでしたみたいな、水の節水ができましたよとか。そうなんだ、洗うものによってもコメント変わるんすね。そうなんです。なんかその洗濯機欲しい。かつなんかあの CV 選べる洗濯機とかをめっちゃ欲しいんですけど。確かに。めっちゃイケボでさ、なんか今日も頑張ったなみたいな、今日洗いやすかったぞ、お疲れ様って。あー欲しい、めちゃめちゃ欲しい。うわー、いいっすね、うん、なんかそういうのもぜひ
開発してほしいですね。だってさ、あの体重計とかあと電子レンジとかのなんかボイスとかはうずきとかで撮ったりしたから。カーナビとかもありますよね。あ、そう、カーナビもやったことあるから、うん、だからできないことはないし、今後ありそうですよね。コラボしてほしいですよね。ね、ちょっとでもちょっと女子じゃなくてメンズキャラでなんか未定事件簿がコラボするといいですね。お姉さん今日もお洗濯頑張ったね。何なんか、あ次いきます。続きまして、玉ねぎ県庁さんからいただきました。ハッシースタッフさんこんばんは。私事ですが悩みがあるので相談させてください。それはプリプリのリリーベでハッシーに巻いてもらったポスターを飾るかどうかです。ハッシーが完璧に負けたと嬉しそうに言っていたので広げるのもなんとなくもったいないけど、せっかくのサイン入りなので飾りたいという気持ちもあり迷っています。どうしたらいいでしょうかといただきました。飾ればいいんじゃない冷たえもうねえ、あれもそっか。でも飾りますよね。飾った方がいいよ絶対ね。なんかなんだ、もう一回負ける券とか、もう一回巻いてあげる券その袋どうするんですかね。捨てる、取っといてくれるんですかね。どうなんだろう。私はガンガンに捨てますけど。私は捨てちゃうな、巻いて。だから私みたいに負けるように県庁さんがなれば、私が完璧に負けたを再現してまたもとの筒に戻せるから県庁さんがポスター巻きをマスターして、マスターしたなって思ったら飾ればいいと思いますよ。はい、いやせっかく書いたんでね、飾ってもらった方が、ただの筒のままなんか立てかけられてるのもなんだろうみたいな感じになっちゃうから、まあ気持ちはすごいわかるんですけどね。推しが巻いたポスターはなんかこうそのままにしておきたい、なんか自分が一回広げちゃったらもうなかったものになっちゃうんじゃないかみたいな気持ちになるのもなんかすごいわかるんですけど、まあ飾るのが一番いいんじゃないですかね。はい、続きましてタモネームマリコさんからいただきました。ハッシーこんにちは。突然ですがハッシーは昔苦手だった食べ物が大人になって食べられるようになった食べ物ってありますか？先日マックに行きハンバーガーを食べたのですが、ピクルス抜きにするのを忘れ食べてしまいました。ですが今食べると美味しく感じ、勝手に大人になったのかなって思ってしまいました。ハッシーは何かこのような出来事あったことありますか？っていただきました。すげえ、ピクルス無理だよ。ピクルス食べれます？大好きです。へえ、無理。へえ、美味しいじゃないですか。でもあれってキュウリなんですよね。ああ、そこは気にしたことなかった。え、ピクルスってキュウリだっけ。私キュウリ好きなんですよ。キュウリは好きなんですけど、ピクルスになると好きじゃないけど、でも自分で作るピクルスはめっちゃ好きなんですよね。酢の物あんま好きじゃないですよね。あ、なのか。でもお酢好きですよ。でもなんか結構なんか酢の物を残してる記憶が。ああ、あの弁当のさ横っちょにあるさ、あの紫のやつ苦手なんですよね。あれは柴漬けです、ね、あれは柴漬けか。あれ梅系だからじゃないですか。あ、かな。酢の物、お酢好きですけどね。なんか嫌いだった食べ物が、サーモン食べられるようになったかな、うん、そう。鮭は好きだけど生魚が嫌いだったからサーモンも食べられないと思ってたけど、最近ちょっとサーモンは食べられるようになった気がします。あとわさびもいけるようになったし、最近もしかしたら生姜もいけるかもしれないって思うようになりました。だから割かし昔よりは増えてきてるけど、エビだけは無理だった。エビ本当にエビ食べられない。美味しいのに、なんかなんだろう、吐き気が込み上がってくるんですよね食感かな、なんかポリポリしてるのが苦手なんですよね。あとちょっと見た目可愛いじゃないですか。可
可愛いなんか罪悪感みたいな命でもほぼ虫ですけど、うん、でも私ああいう足多い生き物好きだからなんかかわいそう。あれも美味しいんですけど苦手なんですよね。シラス、あかわいくないですか。なんか命って感じがしてなんかすごい味好きなんですけどなんかすごい悲しい気持ちになって食べるんですよね。あのジャコとかも、あそう、ジャコペッペロン食べたんですけどなんかすごい目が、目合いますもんね。うん、目が合うの苦手かも。確かに、そう、そんな感じですかね。もっとね食べられるものを増やしていきたいななんて思いますね。はい、じゃあありがとうございました。以上、ダラダラの時間でした。オフシークロー、明日も頑張ろう。次はこちらです。スタッフに聞いてみたいこと。皆さんから募集したスタッフに聞いてみたいことから私もこれ気になるというのを聞いちゃうコーナーです。はい、カモネームちかさんからいただきました。あやかスタッフの皆さんいつもお疲れ様です。とんでもないことを聞いてしまうかもしれませんがごめんなさい。デビュー当時のハッシーと今のハッシーでここめちゃくちゃ変わったなというところ、逆にここは変わらないなというところはありますか。自分自身がハッシーを推し始めたばっかりでデビュー当時のことはあまり知らないです。なので身近でいつも支えてくださっているスタッフさんにぜひ聞いてみたいです。後悔できる範囲でといただきました。何かありますか。いや私も最近推し始めたばっかりなんで推し始めたあとはあんまデビュー当時のことが分かんなかったんで。いったなんてもう2年ぐらい、これがこの間2年を迎えまして、そうですよ、ひっそり韓国で、あ韓国で、あの時で2年韓国で丸2年を迎えまして、12月から12月入社ですね、2年前の。そっか、じゃあ21年、じゃあ2年か、2年ぐらいか。推し始めたばっかりなので。そうですね、そう10年分ぐらい知らないですね。そう知らない、私のことすれ違ってはいるんですけど、うんうん、知らないので。副社長から副社長は2011年から知ってますからね、私のこと。多分もう唯一知ってるんじゃないかスタッフですよね。唯一ですね、確かに。デビューを、うん、あとはもう同期の子ぐらいしか確かに同期の子ぐらいしか知らない。で副社長から、俺の中で彩香はデビュー当時からいい意味であまり変わってないです。お、いい意味で。笑顔が抜群に可愛い東京のオタクそして歌がうまい、本番に強い、頼れる、器用、でも自分を褒めないし認めない、自分に厳しい、幅広く音楽が好きできてて、変わったところ、うん、でもないかもですが、黒髪前髪パッツンが今は金髪だったりピンクだったり、ドラムがたくさん叩ける、韓国語をたくさん話す、うん、イケメンキャラがここまで好きだとはこんなにお酒が飲めるとは酒を飲んでも歌がうまいなんて猫が好きって書いてありますね。もろ、見た目が変わったってことです。そうですね、変わったところってこれ変わってるところみたいな感じですよね。確かに。で、副社長から来てますね。 ありがとうございます。なんかよく私のことを分析できてる気がしますね。イケメンは好きですよ、ずっと。ずっと、うん、ずっと変わらない。イケメンキャラがここまで好きだとはって書いてあるんです何か思ってるんでしょうね。なあ、普通だけどな、もっとすごい人いっぱいいると思うけど。自分を褒めない、認めないって書いてあります。確かに、いつも自分はもうゴミクズだと思って生きてるから。なんでですかね。なんでだろう分からない、なんか自己肯定感が一瞬上がらないですね。どうやって上がるんですかね。分かんないからね、どうしたらいいんですかね。もうちょっと上がってほしいって思う時の方が多いですけどなんでそんなんで落ち込んでんのみたいな。なんだろう、どうしたらいいんだろう。なんかもう推しキャラになんか言ってもらうしかないですか。私がどっちかっていうと、なんとかなるさ精神
じゃないですか、うんうんうん、だからなんでそんなことで悩んでんのみたいな感じでもっと元気に行こうよみたいな感じ。無理ですね。無理。いや、わかんない。多分なんかもう全てが評価に関わってるって考えてるからかもしれない。もう世間の評価めちゃめちゃ気にするタイプだから、うん、ああそうかかもしれないですね。そっか、世間は厳しいですからね。今度目安箱置いて聞くよってなんか大橋彩香に関すること聞くよって言う。なんか私の自己肯定感を上げるコーナーとか欲しいな。確かに、うん、彩香を褒めちぎるコーナーそう、お待ちしますか。お待ちしますか。そうですね。いや、ありがとうございます。副社長もありがとうございます。はい、ちょっとね、自分が存在していることを認められるように自己肯定感を上げられるように頑張りたいなって思いますね。はい、こんな感じですかね。ということで、以上スタッフに聞いてみたいことでした。そんなこんなで明日も頑張ろう、終わりの時間です。大橋彩香公式ホームページでは皆さんのおすすめのお酒やおつまみ、スタッフに聞いてみたいこと、それ以外の普通のお便りも募集しています。教えて彩香ちゃんも投稿お願いします。詳しくは概要欄にリンクがありますのでご確認ください。こちらはビッグブリッジファミリーの会員ではない皆さんも投稿できるようになっています。皆さんぜひ投稿お待ちしています。そして2024年3月27日水曜日に4枚目のアルバムリフレクションの発売が決定いたしました。リード曲のフラッシュサミットはユニゾンスクエアガーデンの田淵智也さんに作っていただきました。他の曲も現在制作中ですので情報解禁をお待ちください。はい、今回は割と普通の感じでお送りさせていただきました。はい、韓国の感想だったり、はい、あ、そう、韓国語の試験勝ったんですよ。おめでとうございます。ギリギリ300点中120、ギリギリちょんちょんですよ。そう、合格点ないんで9が決まるんですけど、一番下の3級が120点ないんで122だったからギリギリ。そう、え、じゃあ飛び級もある可能性もある。あ、そう、だから私があと30点頑張ってたら4級だったんです。30点分点取れたら、あ、そうそうそうって感じ。もうね、グラフ見たんですけど、ほぼほぼリスニングで撮ってました。じゃあ聞き取れるってこと？聞き取りはできるんですけど、あの、読めない、読めないっていうか、なんかその作文と読解問題が全然点取れてなくて、リスニングはなんかあの平均ぐらいは取れてます。へえ、そう、聞き取りだけ、聞き取りだけの女です聞き取りだけなんかできる人です。でも韓国でも聞き取れてましたもんね。あ、そうですね、まあ結構早口で言われちゃうと分かんないんですけど、リスニングテストぐらいの速さだったらまあいけるかなな感じですかね。はい、そんな感じで、はい、2級から3級に進級しました。はい、ではまた次回があるといいですね。以上、大橋彩香でした。またねー。